丹波篠山市の美術館では、篠山藩主に伝わる甲冑や武具などを紹介する特別展が開かれています。篠山藩主青山家の先祖にあたる青山忠一が所有したとされる甲冑。江戸時代前期のものとされ、全体的に落ち着いた色合いなどが特徴です。丹波篠山市立歴史美術館では、篠山藩主青山家とその家臣の家に伝わる甲冑や武具、武者絵などを紹介する特別展が開かれています。戦国から江戸時代の初めにかけて、戦場では身を守る以上に威厳を示すために、工夫を凝らした甲冑が用いられていたといいます。会場では弓矢や火縄銃、薙刀など、当時使われていた武具に加え、江戸時代以降の豪華な装飾品も展示され、武将の華やかで格式のある姿が想像できる内容となっています。甲冑がお好きな方、刀剣類がお好きな方、あるいは侍や武将がお好きな方にぜひご覧いただきたいと思っております。皆様それぞれの武将の姿、武の姿というのを想像していただけたら幸いです。この特別展は来月3日まで開かれています。